小沢海蔵は、日本の政治家、元山梨県南部町長である。1929年に、山梨県南駒郡北郷村に生まれる。その後山梨県立美野部中学校、南部町役場勤務、会社役員を経て1986年に、旧南部町長選挙に立候補し、無投票で当選した。その後旧南部町長を後期、合併後の現南部町長を一期務めた。 2007年に根樹法賞、2008年に朝日省受賞を受賞、2009年には名誉町民となっている。旧南部町長時代に過疎化や高齢化が著しかった町の地域復興策を次々と進行させ、また1995年に休校、富士川が特急化される災害線駅が通過対象であると聞くと JR 東海に対して陳情を行い、 特急停車駅化を果たしている。平成の大合併では、協議会会長として、隣の富沢町との合併を進展させ、山梨県内の市町村では一番早く合併を果たした。新南部町長に就任後は、東海地震対策として2001年に改築した、南部町立南部中学校の空き教室を利用して、防災倉庫にすることを提案した、中学校改築の際に、 国から補助金を受けており、文部科学省は補助金適正化法違反であるとして補助金返還を視野に入れるなど難色を示したが、梶川町など山梨県内の自治体では反則だが人命に関わることであると同調する動きもあった。1985年より無意調となったことから1989年4月に南部医療センターを開設し、同時に医師住宅及び医師を 町職員として雇用することで無意町から脱却することに成功した。病床も19床あり、入院にも対応している。町長選挙に新旧合わせて6回出馬しているが、いずれも無投票で当選している。1991年山梨県知事選挙では、おなじみ南駒郡出身の持月孔明に応じる形で小沢澄夫を支持したが、天野県に敗れた他2003年。 山梨県知事選挙では、山梨県第三区選出の国会議員だった、横内正明を支持したが、落選。2007年山梨県知事選挙では、現職だった山本義彦を倶返部支持したが2003年に、支持していた横内に敗れるなど支持した候補が、いずれも敗れている。なお、自身が引退した後南部町長選挙が行われた後に、同郷の候補者を後継者に指名したが、 旧富沢町長だった、も月秀次郎に敗れている、山梨市町村ミニ時点2005年3月2日、読売新聞、ありがとうございます。